ラテン語。ラテン語、ラテン語、リング・アラティーナは、インドヨーロッパ語族のイタリック語派の言語の一つ。ラテンファリスク語群。漢字表記はヘシャゲ定語、ラオサム語で、ヘシャゲ語、ラゴと略される。もともとは古代ローマ共和国の公用語として広く、普及した古代言語である。西ローマ帝国滅亡後もラテン語は、ローマ文化圏の古典文学を伝承する重要な、 役割を果たした。勢力を伸ばすキリスト教会を通して、カトリック教会の公用語として、ヨーロッパ各地へ広まり、最終宗教用語として使用されるようになると、中世には中世ラテン語として成長した。ルネザンスを迎えると、自然科学、人文科学、哲学のための知識階級の言語となった。さらに、読み書き主体の文献言語や学術用語として、 近世のヨーロッパまで発展、属した。現在もラテン語はバチカンの公用語であるものの、日常ではほとんど使われなくなったと言える。しかし、各種学会、医学、自然科学、数学、哲学、工業技術など、各専門知識分野では、世界共通の学名として、ラテン語名を付けて公表する伝統があり、新発見を、 ラテン語の学術論文として発表するなど、根強く用いられ続けている。また、略語として、午前午後の AM、アンテマリディアム PM、ポストマリディアムや、ウイルス、ウイルスやデータ、データなど、日常的に用いられる語の中にも語源が、ラテン語に由来するものがある。もともと、イタリア半島中部のラティウム地方、ローマを中心とした地域、現イタリアラチオ州において、 ラテン人により用いられていた言語であったが、ローマ帝国の公用語となったことにより、ヨーロッパ大陸の西部や南部、アフリカ大陸北部、アジアの一部といった広大な半島に伝播した。この過程でギリシア語から多くの語彙を取り入れ、学問、思想などの活動にも使用されるようになった。ただし、ラテン語が支配的な地域は、 ローマ帝国の西半分に限られ、東半分はギリシャ語が優勢な地域となっていた。やがて、ローマ帝国が東西に分裂し、ゲルマン民族の大移動によって、西ローマ帝国が滅び西ヨーロッパの社会が大きく変動するのに従い、ラテン語は各地で変容していき、やがて各地の日常言語は、ラテン語と呼べるものではなくなり、ラテン語の流れを組んだロマンス諸語が、 各地に成立していった。東ローマ帝国においても7世紀に公用語はギリシア語に転換された。こうした中、今日の西ヨーロッパに相当する地域においては、ローマ帝国滅亡後もローマカトリック教会の公用語となり、長らく文語の地位を保った。現在でもバチカン四国の公用語はラテン語である。例えば天礼は第二バチカン公会議までラテン語で行われていた。 今日に至るまで数多くの作曲家が、天礼文に曲をつけており、クラシック音楽の中では主要な歌唱言語の一つである。ただし、実際の使用は、公文書やミサなどに限られ、日常的に話されているわけではない。また、バチカンで使われるラテン語は、古典式とは異なる変則的なラテン語である。なお、多民族、多言語国家であるスイスでは、ラテン語の名称、 ヘルベテア連邦の当時号自時刻名称の略 CH としている。中世においては公式文書や学術関係の書物の多くはラテン語、中世ラテン語、教会ラテン語で記され、この慣習は現在でも残っている。例えば、生物の学名はラテン語を使用する規則になっているほか、元素の名前もラテン語がほとんどである。また法学においても、 多くのローマ法の格言や法用語が残っている。19世紀までヨーロッパ各国の大学では学位論文をラテン語で書くことに定められていた。今日のロマンス書語、東ロマンス語、イタリア語、ルーマニア語、西ロマンス語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語などは俗ラテン語から派生した言語である。また、英語、ドイツ語、オランダ語などのゲルマン書語にも文法や 語彙の面で多大な影響を与えた。現代医学においても解剖学用語は基本的にラテン語である。これはかつて誰もが自由に造語して使っていた解剖学語を BNA、バージェル解剖学用語、プナ、パリ解剖学用語などで統一した歴史的経緯が関連している。つまり用語の統一にラテン語が用いられたのである。そのため、 日本解剖学会により刊行されている解剖学用語も基本にはラテン語であるラテン語一言語主義。ただし臨床の場面では医師が患者に自国語で病状説明をするのが当然であるため各国ともラテン語の他に自国語の解剖学専門用語が存在するラテン語自国語の二言語主義。近年では医学系の学会や 学術史の最高峰が英語圏に集中するようになったため、英語の解剖学用語の重要性が上がった。日本では、ラテン語、英語、日本語のみこと語兵器の解剖学書が主流となった、ラテン語、英語、自国語のみこと語主義、ウイルスなど、日本語でも一部の語彙で用いている。森尾外の小説、ィタセクスアリスは、ラテン語の性的生活のことである。 ただし、日本語では、元の母音の長短の区別が意識されない場合が、ほとんどである。ラテン語が属するイタリック語派は、インドヨーロッパ語族内では、ケントゥム語派に分類され、インドヨーロッパそこのノーウィッキー K、ノーウィッキー及びノーウィッキー G、ノーウィッキーは、ラテン語でも K、G として保たれた。イタリック語派の話者が、イタリア半島に現れたのは、 紀元前2000年期後半と見られており、ラテン語の話者がラテウム地方、現在のイタリア、ラツヨ州で定住を開始したのは紀元前8世紀だった。現在発見されているラテン語の最も古い碑文は紀元前7世紀に作られたものである。この時期から紀元前2世紀頃までのラテン語は、後の時代のラテン語と区別されコラテン語と呼ばれる。この時代のラテン語は、 語彙などの面で隣接していたエトルリア語などの影響を受けた。コラテン語では以下の二十一文字のアルファベットが使われた。このうちーワの音を表し、アイワとブイワとの音化を持った。五つの母音字は長短両方を表したが、文字の上で長短の区別はなかった。紀元前三世紀になるとーワの音も表すようになり、ケイはあまり使われなくなった。またの音を表すために、 G が使われるようになり、の音と共に使われなくなっていた Z の文字の位置へ置き換えられた。コラテン語は古典ラテン語に残る主格、古格、俗格、所有格、予格、間接目的格、対格,格、直接目的格、脱格に加え、場所を表すところ格、ところ格、自覚、威格、威格、お格,格,格などとも有があった。名詞の用では、 第二変化名詞の単数予覚及び複数四角が多いだった。古典ラテン語における第二変化名詞単数の語尾 AS、UM はこの時代それぞれから OS、OM だった。また、複数属角の語尾は OSUM、第二極用であり、これは後に引く o a m となった。このように、古ラテン語時代の末期には母音間の S が R になる、ロタシズムという変化が起きた。 紀元前一世紀以降、数世紀にわたって用いられたラテン語は古典ラテン語、古典キラテン語と呼ばれる。後の中世、また現代において、人々が学ぶラテン語は、通常この古典ラテン語のことを言う。この古典ラテン語は書き言葉であり、多くの文献が残されているが、人々が日常を話していた言葉は俗ラテン語、交互ラテン語と呼ばれる。この俗ラテン語が、 現代のロマンス書語へと変化していった。古典期においては、スクリプテオ・コンティーノ・イス。スクリプティオ・コンティーヌは、続け書きといって、分かち書きにする習慣がなかった。碑文などでは、小さな中黒のようなもので単語を区切った例もある。また、大文字のみを用いた。さらに、キケロ、全1643の時代までは X までの21文字だったが、 起源の初めにギリシア語起源の外来語を表記するために Y と Z が新たに使われるようになった。以下が古典期のアルファベットである。ただし、K は、コレンドイ等の他は固有名詞に限定されて、常用されることはなくなった。の音については、Q、U で表記される場合を除いて C が常用された。古典ラテン語では、C 及び G はそれぞれ常に及びであり、 現代のロマンス書語とは違い、や、などのように発音されることはなかった。Y を含めた6つの母音字は、長短両方を表したが、ごく一時期を除き表記上の区別はされなかった。古典ラテン語のアクセントは、現代ロマンス書語に見られるような強制アクセントでは、なく、現代日本語のようなピッチアクセント、肯定アクセントだった。文法面では、コラテン語のところく、ところく、 自覚、異覚、異覚、お角などとも言うは一部の地名などを除いて消滅し、六つの角、主角、互角、俗角、予覚、対角、脱角が使用された。また以前の時代の語尾 OS、OM は古典記には明日、UM となった。この時代の話し言葉、俗ラテン語では、文末のマイナス S は後ろに母音が続かない限り、発音されない場合があった。 また英雄は日常ではと読まれた現代のフランス語と同じ。このように古典期には話し言葉と古風な特徴を残した書き言葉の会議が起きていた。現在古典ラテン語と呼ばれるものはこの時期の書き言葉である。紀元前一世紀頃、一世紀頃古典期が終わると人々が話すラテン語は古典語からの変化を次第に顕著に見せるようになっていった。 この時代に大衆に用いられたラテン語は俗ラテン語、交互ラテン語と呼ばれる。2世紀、あるいは3世紀頃から俗ラテン語的な特徴が見られるようになっていたが、時代が下るにつれ変化は大きくなり、地方ごとの文化も明らかになっていった。古典ラテン語には Y を除けば五母音があり、長短を区別すれば10の母音があったが、俗ラテン語になるとこれらは以下の7母音になった。 古典記の長母音和に和に変化した。また短母音とは俗螺天語ではそれぞれとになった。古典記の部位は死音としてはと発音されたが俗螺天語の時代にはに変化していた。さらにアクセントはピッチアクセントから現代ロマンス書語と同様の強制アクセントに置き換えられていった。古典記のとも変化を起こした。これらは前絶母音やの前では何をかして、 高外音化、高高外音化し、それぞれの音になった。俗羅天語では動詞などの屈折にも変化が起きた。動詞の未来時世では、古典記のマイナスボに変わりはべれ、持つの活用型を五巻末に付した形式が用いられ始めた。指示詞,詞イールは型が変化し、次第に漢詞として用いられるようになっていった。名詞の曲用では、各変化が単純化され、 主格と対格は同一、特に女性名詞になり、俗格と予格も統合された。単純化した名詞の格に代わって、全知詞が発達していった。例えば俗格に代わりでが、予格に代わり、A が用いられ始めた。イタリアやイベリア半島ではやがて名詞の格変化は消滅し、フランスでも12世紀頃には使われなくなり、ダキアで使用された後のルーマニア語を除いて、 各変化はなくなった。このような文法的特徴のみならず、オン・インメニア語彙でも、地方ごとの違いを大きくしていった俗ラテン語は、やがてロマンス諸語と呼ばれる語派を形成した。かつてのローマ帝国の藩都で用いられたラテン語は、一般大衆には使われなくなり、それぞれの地域でラテン語から変化した俗ラテン語がそれに置き換えられた。一方で、古典ラテン語は、 旧ローマ帝国領内のみならず、西ヨーロッパ全域において、近代諸語が文語として確立するまでは、学術上の共通語として使用された。カトリック教会でも、同じく古典ラテン語の伝統の下にある、ラテン語が、教会ラテン語と呼ばれて使用されたが、こちらはその後もなお使用され続けた。ヨーロッパでは、ラテン語は長い間教会においても、学問の世界においても、 標準的な言語として用いられてきたが、ルネサンスと共に古典古代の文化の見直しが行われ、古典期の文法を、語予模範としたラテン語を用いようとする運動が人文主義者の間で強まった。これにより中世よりもむしろ正しいラテン語が教育、記述されるようになる。共通化が進んだラテン語は近代においても広く欧州知識人の公用語として用いられた。 この近代ラテン語で著述した主な思想家としては、トマス・モア、ユートピア、エラスムスのような人文主義者だけでなく、デカルト、スピノザなどの近代哲学の巨人も挙げられる。有名なデカルトの我思う、ゆえにはがありという言葉の書出は、方法除説フランス語版であるが、後にラテン語訳された講義等、エルゴースムの方が広く知られている。自然科学では、 ニュートンのプリンキピアがある。ただし、フランスの啓蒙思想家、ドイツのカトイ以降は、母語で著述するのが主流になった。学問的世界においては、ラテン語はなお権威ある言葉であり、世界的に高い地位を有する言語である。現在でも、学術用語に、ラテン語が使用されるのには、学術用の語彙が整備されており、かつ死語であるために文法などの面で変化が起きない。 現実には、中世、近世を通して、多少の変化はあったがという面、あるいは一つの近代語の立場に偏らずに、中立的でいられるという面も見逃すことはできない。無論これは、他の古典語でも同じであるが、ラテン語が選択されたのは近現代におけるそうした、学問が、よしあしは別として、欧州中心のものであったことが反映している。現在も活用されている場面として、 例えば生物の学名は、ラテン語もしくは、ギリシア語単語を、ラテン語風の綴りに変えたものを付けられるのが通例である。また、現在においてもラテン語の知識は一定の教養と、格式を表すものであり、国、例アメリカ合衆国、スペイン、スイス、カナダ及び、カナダの各州など、や団体、アメリカ海兵隊、イギリス海兵隊などのモットーに、ラテン語を使用する例や、 1985年にサラマンカ大学が日本の皇太子夫妻の大学の記念の碑文をスペイン語ではなくラテン語で刻んだことやイギリスのエリザベス二世が1992年を表してアンヌス・ホッリビリス、ひどい年とラテン語を使ったこともその現れと言える。日本でも高校野球の初代優勝期にはウィクトー・リブスパルマへ勝利者に栄冠をと刺繍されていた。 だが、ラテン語が今日の欧州で重視されているとまで言うことはできない。欧州諸国では第二次世界大戦前までは中東教育課程でラテン語必修の場合が多かったが、現在では日本での古典、古文ないし、漢文に相当する科目として存在する程度である。日常会話という観点から見ると、現代ではラテン語での会話そのものがほとんど存在しないため、 死語に近い言語の一つであるとも言えるが、ラテン語は今でも欧米の知識人層の一部には根強い人がある。近年はインターネットの利用の拡大に伴って、ラテン語に関心のある個人が連携を強めており、ラテン語版ウィキペディアも存在する。他、ラテン語による新聞や SNS、メイリングリスト、ブログも存在する。さらに、フィンランドの国営放送は、 定期的にラテン語でのニュース番組を放送している。現在、ラテン語を公用語として採用している国はバチカン四国のみである。これは現在でもラテン語がカトリック教会の正式な公用語に採用されているためであるが、そのバチカン四国でもラテン語が用いられるのは、開直などの公文書、コンクラーベの先生、ウルビエとオルビなどの典礼文などに限られ、2013年の 教皇ベネディクト16世の大位に採しは、大位の意思表明と理由は、教皇本人が作成したラテン語の文章の朗読で行われた。日常生活ではイタリア語が用いられる。バチカンはローマ市内にある。ヨーロッパの各地で長期にわたって用いられていたため、国や地域、時代によって発音は異なるが、現代には大きく分けて、古典式、イタリア式、ドイツ式の3つがある。 イタリア式には現代イタリア語の原則に則っ,って発音するものと、それをもとにした教会式、ローマ式の二つがある。校舎はフランスのソレム修道院で提唱された発音法であり、ピウス10世が推奨したことで広まった。日本の大学で学ぶ発音は原則として古典式である。一方、ラテン語の楽曲の歌唱においてはイタリア式。 ドイツ式が主流である。どのように異なるか、いくつか例を示す。実際には、地域や人によって、発音の揺れがある。上の三つの方式に加えて、文章レベルのラテン語まではいかないが単語及び、フレーズレベルでは、英語式が広まっている。もともと英語で、エトセトラ、その他がイトセトラ、エセテラ、英語ではいい。i、y の前の c は、s と発音、エツ s ブルート。 ブルータス、お前もかがえと、チューブリュータと発音されるなどの延長で、英語が国際語になった現在特に科学用語に英語式発音が多い。例えば天文学関係では、星座名は英語文章内でもラテン語を使い、構成名もギリシャ文字名に、ラテン語星座名の俗格、所有格を点るので、ラテン語が英語式に発音される。日本語では古典式、または ドイツの音をカタカナ表記するのが慣習となっている。ただし、古典式によっていると思われる場合でも、母音の長短の別を表記しない場合がほとんどである。その一方、宗教音楽の題名を表記する際は、イタリア式に近い表記が多い。例えば、ノは古典式とドイツ式では、アグヌスと発音するが、イタリア式では、アニュス、厳密には、ジーエヌアという微音となる。 も、マグニフィカトではなく、マニフィカトと表記される傾向が強い。前日の通り、アクセントは時代により、ピッチアクセントだったり、強制アクセントだったりするが、単語のどの位置に、アクセントが置かれるかについては一定の法則を持つ。その法則は、以下の通りである。1、の例、プエラ少女、平音説、マーケイター少人、長母院。2、の例、 インスラ島。ドミンス主人。古典ラテン語の慣用表現は、現代の西洋諸語においても使われることが少なくなく、そのうち一部は日本語にも入っている。ラテン語起源の英語などの単語が日本語でも使われる、例は、もちろん数多くある。ラテン語由来の称号や固有名詞としては、例えば以下のようなものがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。